ということでですね、人と自分って区別できないじゃないってことなんですよ。今自分は例えば9番を 18% 持ってますって言ったって、それがねいつ変わるかわからない、ね、逆に他の人が今の自分のその構成をですね、全くそっくりなものをそのうち持つかもしれません。そしたらその人とその自分のね違いってあるんですかってことになって、結局流れてってるわけですよね、こういうふうにね。だからどこからどこまでを自分というのかがもうわからなくなってくるっていうことになります。ですから結局周りに存在する人たちも自分の時間の違いでしかないんだっていうことがわかると、ということで右の一番下ですね、エッセンスという考え方、自分と他人がいるのではなく、ある種のエッセンスがあるだけ、エッセンスっていうのはここで言うとエニアグラムねとかですね、そういうこうちょっとした型ですね、型の違いがあるだけで、その分量ね、型でクッキーを、星型を私は11枚持ってます、あの人は3枚ですとかね、そういう違いでしかないんだっていうことが分かってくるということです。つまり外側には実体がない。でここでですね、その現実というもの、そこにですね定義がないんだっていうことに気がついたんです。実体がないからこそ定義が必要だったのに、定義があって初めてこれは現実です、これはそうじゃありませんっていうことが言えるのにもかかわらず、現実の定義を持っていない、だから言葉に惑わされるんだなと。思考っていうのは結局思考というから、なんかこう人間っぽいもののように感じますよね。でも本当は自分が意識できない意識も含まれるんですよ。ここってすごく大きなことで、普通の人たちは自分が意識できるものしか存在してないように感じるんですね。だから例えば自分が生まれるっていうことから、生まれるというよりも本当は物心ついた時なんですけれど、そこからしか意識がないように感じますから、だから親っていうものが自分のね意識とは無関係に存在してるってこう思ってるわけですね。でもそれは意識というものが分かってないんですね。ということで、どちらかというと意識が現実化するといった方がまだ正しいかなと思いますね。で、深層意識なわけですよね。で、深層意識がこう活動しているその状態、それが実は夢っていうものなんですね。で、一般的に夢、睡眠の時の夢のことですが、その睡眠夢といいますか、それを覚えてる覚えてないっていうのは、表層意識がそれを目撃したかしてないか、でそれを覚えているかいないかっていう、ただそれだけなんですね。で、表層意識は見てようが見てまいが関係ないんですよ。それ ではなくて、本当に深層意識の活動そのものをフラクタル心理学では夢と呼んでいると。で、その夢がですね、階層を持ってるっていうことがとても重要なことなんですね。ということで、インセプションを見ると、階層っていうものがすごくね、こういろいろ描かれてますので面白いですよね。で、その階層っていうものは、インセプションを見てるとね、アリアドネにコブが説明するじゃないですか。その階層があって、で上の、階層では5分が、下では1時間でとかね、で次が20年でとか、なんか分かりませんけど、そういうふうにこう時間が違うってことを言うでしょ。あれなぜそうなるのかね、それがやっぱりこの構造なんですね。つまりこういうふうに中心からこういうふうに何十円にもなって、投影してるから、だからこれがだんだんこう広がるわけです。それで同じ意識の、例えば現在の5分がここで1年になったよとかね、でここで60年になったよっていう、この差ができる、これはそのこのね、遠さなんですね。中心からどれだけ遠いのっていうことです。
まあ、ここでいう中心っていうのは競争意識ですけどね、競争意識の中に時間があるからです。夢には階層があるという右の真ん中です。深層意識の深いところほど拡大する、ね、ここからもう自分からの投影だと知りなさいってことです、ね、じゃないとこの拡大の理由がないんですよ。だから時間をですね、一直線だと思ってる限りこの拡大する謎が解けない、ということですね。で、大切なのはこの現象も拡大するってことです、ね、時間が拡大するのはまだ許せるけれど、現象そのものが拡大する。で、1暴動と部屋ってありますが、ね、なんか暴動が起きてるような、で愛人の家があってとかね、アパートがあってっていうのありましたよね。でそれと、そのもう一つ深いところが白と打ち合いをやっていて、でそこで自分が吹っ飛んだ、これは上の階層で引っ叩かれた、ね、そしてその城の方では大洪水が起きた、それは上の階層で自分が水につけられた、階層を変えて同じものがこういうふうに投影されるからだ、ね、そうすると外側が必ず大きくなる、この仕組みなんですね。このね、叩くと吹っ飛ぶ、水につけると洪水が同じものなんですよ。だからある意味神様は同じものだと知ってるってことですね。人間が同じものだと知らない、つまり意識のレベルを今言ったんですけれど、人間の意識のレベルだと違うものに見えるけれど、それを外した目線では同じものだってことです。いいですか。で、現実には階層があるってことですが、つまり夢に階層があって、夢が結晶化したものが現実ならば、現実にも階層があるよねっていうことになるってことです。じゃあ階層をどう見分けたらいいんですかっていうことでね、じゃあ夢と同じように見分けましょうってことですね。つまり大きな出来事が起きてるならば、それは階層が違うのねって見分けたらいいと。で、現実には拡大現象があるっていうことですね。現実は思考の量でできている、現実は思考の量で、五感が感じられる量が階層によって違っているのだが、それに気づかずどんな五感を使っても同じように扱う、これが錯覚を生む。この意味わかりますかね。つまりここにあるもの、ね、ここにあるものは触れる、見れる、嗅げるとかですよね。 でもこれが別の階層にあった場合、これはそのこれで言うと遠ざかるとエネルギーが分散するんですね。そうするとスカスカになります、ね、そこで今までと同じ感覚の、量が使えない、足りないんですね。エネルギーが足りない。だからそうするとどうなるのっていうと、そこで何かをはしょらないといけない、触れないよとかね。で実際にその目で直接感覚で見ることができないよとかですね、そういうふうになるっていうことなんですね。だから、少ない思考が、まあ、こっちからこう投影したというよりも、最初は思考が少ないところからこう増えていって現実化しますよね。だから思考が少ないってことは、ちょっとこう遠いところにあるものと同じ量になるでしょ。だからその、少ない状態では直接感覚を使うことができませんってことですね。